素晴らしい。もっと明るく焼き直そうか。これで十分だ。奥さんかね。ああ、間違いない。今はどんな偽名を？ジュリー・フロイドだ。それでよくわかったな。名前は変えられても習慣は変わらん。コインの収集が趣味だと聞いてその線を追った。チャイナタウンのコインショーで働いてたよ。この子はまさか。ああ、それはわしの孫のジョシュだよ。フィルムが少し余ったもんでな、無駄にしたくなかった。残りはもらっていいかね。金はあんたが出したんだ。よく見つけてくれたよ。何としても見つけたかったんだ。他にお役に立てることでも？シスコは初めてなんだ。腕のいい弁護士を知らないかね。大勢知っとるが推薦できるのは一人だ。頭脳明晰、若くて行動力も抜群だ。ハリソン・K・ホックス。息子だ。ダーネルさんとおっしゃる方がお見えです。お父様のご紹介です。ヒマラヤで行方不明で何週間も音信不通だと言ってくれ。重要な要件だそうです。分かった。でも1分だけだ。大丈夫ですよ。いつものお父様のご紹介客とはワンランクもツーランクも上。見るからにリッチマン。スーツも靴もブランド品ですわ。ニック・ダーネルです。ハリソン・フォックスです。早速だが、君に裁判史上に残る歴史的弁護を頼みたい。歴史的弁護？長くなるようなら日を改めて。簡単に済ませるよ。12年前、私は妻殺しの容疑で捕まった。身に覚えのないことだ。ところが有罪になった。それというのも裁判の時私が殺意を認めたからだ。だが実際にやっちゃいない。警察は妻の死体を見つけられなかったが、私は状況証拠だけで有罪となった。あいつはどっかに逃げ出し、私は12年の刑を務め上げた。お気の毒です。で、僕に何しろと？最新の請求を？そうじゃない。つまり私が知りたいのは、生きている妻を見つけ今度こそ本当に殺したとしたらどうなるかということだよ。同じ罪で告発されるのか、それとも貸し借りなしとなるのか。親父め、またこれだよ。私の考えはこうだ。法は私に借りができた。無実の罪で12年も刑務所にいたんだ。借りは返してもらう。本気で言ってるんじゃないでしょ。いいよ、本気だ。あいつのおかげで12年を塀の中で無駄にした。そのツケを払ってもらう。むちゃくちゃだ。そんな理由で人を殺して罪にならないと思うんですか。そりゃ罪になるさ。だが私はすでにもう刑に服したよ。罪の償いの先払いってやつだ。こんなケース聞いたことがない。どうだね、私に利があるとは思わないか。多分法律的には正しいでしょうね。でも結構。思った通りだよ。専門家の口から聞きたかった。ありがとう。あんたのおかげで決心がついた。ねえ、ちょっと待って。まさか本当に？待ってください。奥さん殺すなんてできこないですよ。できると思う。でもどこにいるかもわからないのに。心配ご無用。父上が見つけてくれた。ハリーは名探偵だな。はい。事件だ、ハリソン。手伝ってくれ。父さん忙しいんだよ。僕は弁護士なの。父さんは私立探偵。急ぎなんだよ。お前の仕事は後回しにしてもどうってことはない。Thank you.
りゃ見事な金だ。どっちにするか迷うな。父さん、あちこち探してたんだよ。どうだ見ろこの金。金は嫌いだ。そうだっけな。父さん、今朝僕んとこへ男よこしたろ。ニック・ダーネル。ああ、礼には及ばんと。とにこっちのでかいオスをもらおう。それともメスか。カニはどうやって見分けるんだのんきだな。もう父さん分かってんの。父さんが見つけた女性は彼の妻なんだよ。めでたしめでたし。ちっとめでたかないよ。彼女を殺す気だ。何を分かること。彼から聞いた。自分で言ったのか。彼は妻殺しの罪で一度有罪になった。彼が12年間服役してる間、奥さんの方は姿をくらましてた。だから彼女を殺して借りを返すって言うんだよ。お前そんなバカなやつと関わっちゃいかんぞ。父さんがよこしたんだ。わしは開業したてのお前を少しでも助けて。お願いだからもう父さんの客を回さないでくれよ。助けどころかはっきり言って迷惑なんだよ。よくもあんなのばかり集められるよ。分かった。そう熱くなるな。ダーネンのことはなんとかなる。警察に知らせたか。ああでも本気で聞いちゃくれなかった。それより父さんがあの男を見つけて止めるべきだよ。分かった任せろ。お前の依頼人が人を殺そうとしてるの。僕のじゃない父さんのだよ。どっちでも同じだ。まあ心配するな。事務所に戻って奴のことは忘れる。わしが面倒を見るよ。頼んだよ。6ドルに負けとくよ。これだ。すごいぞ。テレビの真ん前に貼っとけよ。スタンフォードファンがカッカするぞ。大型スクリーンのテレビ借りてくれた。ああいや忘れた。おじいちゃんに振り回されてね。大丈夫、土曜日には間に合うように借りてくるから。観客席の最前列で見るような迫力だぞ。お食事もすぐよ。あらすごいじゃない。素敵よ助手。お勉強にもそれだけ熱を入れてくれたらね。これも勉強のうちさ。後でパーティーのお買い物に行くけど何か欲しいものは。何でもいい。簡単でつまみやすいものなら。じゃあホットドッグにビーンズでいいかしら。上等。もしかしてあの音。おじいちゃんだ。やっぱり。いらっしゃいおじいちゃん。よしどうだ元気か。今年もどっちが勝つか賭ける。僕はカリフォルニア。そうか、じゃあハンディをもらわなくちゃな。いらっしゃい。ああシンディ、いつ見ても綺麗だな。見てあげるよ。7点は欲しいな。いや父さん、ダーネルの件はどうした。電話なかったけど解決したの。ああほとんどな。細かい詰めが。心配するな。3点だ。これ以上は上げられないよ。6点が最低線だ。譲って5点。決まりだ。駆け引きが上手くなったな。おじいちゃんの孫だもん。細かい爪ってどういうこと。いや大したことじゃない。そのおお見ろよ、すごいハムだな。お食事どうですか。喜んで。見るからにうまそうだなこれ。どうしてこんなにできるんだ。わしがやるとぐじゅぐじゅに壊れてしまってな。それにこのパイナップル。彩りが鮮やかだ。センスがあるね。細かい爪って一体何なの。ちょっと外で話そう。この格好でシャワー浴びてたんだ。お前にぜひ見せたいものがあるんだ。すぐ済むから来いよ。ここへ持ってくれば。すぐ済むと言っとるだろう。さっさと済ませて飯にしよう。さあせんでハム切っといてすぐ戻るから。父さん、ダーネル見つけたの。どうなの。ここじゃなんだ、車で話そう。ダメだよ、シンディが食事の用意をしてるんだ。焦るなよ。ダーネルの代わりに彼女を見つけた。奥さんのこと。うん。フロイドさん、わしの息子だよ。頼りになる弁護士さ。どうしてここに。なんで警察へ連れてかないの。まず弁護士に会いたいんだと。弁護士ならこの町に何千っているだろう。たまにはよそに苦労させたら。まあ乗れ、話は中でしよう。ああどうも。ニックがシスコにいるって本当ですか。ええ、弁護士としては警察の保護を受けることをお勧めします。うん、ダメです。お父さんにも言ったけど、警察が私を逮捕しないと分かるまではいけない。何しようってんだい。
一箇所に長く止まってると危険だからな。でもシンディが食事を用意してるんだ。父さん、さあ聞きたいこと聞きな。私はどんな罪になるんですか。私殺人を偽装したの。ダーネルが一服もろうとしたらしいんだ。そこで先手を打って警察に通報したんだ。そして姿をくらました。ニックがヒ素を買ったことが分かって、裁判でもそれが決め手になったの。彼は当然の罰を受けたのよ。あのろくでなし私を殺そうとしたんですもの。彼女に罪はない。いわば正当防衛だ。よもや逮捕されることはあるまい。さあ分からない。このポケットには法律書は入ってないんでね。司法検事と会って相談してみないと。私は同席しなくてもいいんでしょ。そうだな、いいでしょう。よし、今夜は家に帰る。お前の依頼人の宿を探すとするか。僕のじゃない、父さんのだろう。アパートによって着替えとか取っていきたいんですけど。いいと思う。ダメだ。この先の角で止めてください。父さん、小銭ある。シンディに電話しなきゃ。部屋の鍵をくれ。わしがいるものを取ってこよう。いや僕だよ、うん、あと15分か20分かかりそう。今どこなの。待って、ここにいて危なくないですか。大丈夫、ここなら奴の動きは丸見えだ。よう、ハリー、ここで何してる。ダーネルだ。また後で。ねえ、どこかでミルク買ってきてくれない？そう解釈したんだ。その女のおかげで刑務所に行ったんだ。殺そうとしたんじゃない。伏せて、銃持ってるよ。そんなはずはない、出所したばかり。持ってた。あとあと。用のあるのは女房だけだ。
撃は済ませたんだ。その女を俺に渡してくれ。好きでな、サンフランシスコの音色だ。塩の香りと中華街。女房はどこだ。惜しいな。この車両が走っとらんとサンフランシスコに住んでる気がしない。そう、ケーブルカーもすっかり変わっちまった。話をそらすな。女房はどこだ。まあ落ち着けよ、ダーネル。もう逃げたよ。何？よく考えてみろ。またお勤めに行くことになるぞ。ダーネル、その銃をよこせ。俺の邪魔をするなよ。あいつはおかしいよ。警察に保護してもらうといい。いやよ、検事が何て言うか。それからよ、ちょっと下がってほら。ダメだよ、ほら。了解、至急手配します。おい、怪我人は。これはどこにも見当たらなくて俺だけの事故だ。そんなに遠くには行けないだろ。下がってください。さあ、助手、お休みの時間よ。まだいいでしょ。あなた、どこ行ってたの。僕の財布は。一体何をしてたの。市内観光。どうも。お釣りは取っといて。どうも。だな、そのバスローブ似合ってるぜ。あなた大丈夫。いや、カーチェイスに巻き込まれるわ。車はでんぐり返るわ。銃で撃たれたり、最後はケーブルカーの車庫でかくれんぼさ。面白そう。助手、危険は避けるもんだ。地球上のあらゆる生き物が何とか危険な目に遭わないようにしている。おじいちゃんも覗いてな。ああ、ハリソン、あなたっておじいちゃんのこととなるといつも大げさなんだから。大げさ？こんな格好で一仕事終えて帰ってくる旦那がご近所にいるかい？え？探偵ごっこなんかごめんだよ。銃を持ってるやつも大嫌いだ。怖いんだよ。だから弁護士になった。なのに父さんにいつでも引きずり込まれる。お父さんなんだもの、しょうがないでしょ。父さん。だからこれからはみんながしてるやり方で親父と付き合うようにするからな。休日にしか会わないようにする。ここなら絶対安全よ。
サリーはわしのおじいちゃんの時代からこのホテルを守ってる。わしとは持ちつ持たれつ。心配いらないわよ。タオル持ってくるからね。どうも。ハリソンが朝にはケンジと話をするが、その前にわしも覗きに来る。心配いらんよ。ここなら安心だ。ただ鍵はかけとくこと。わかった。ありがとう。カリフォルニアにかけるの大丈夫？その道のプロのおすすめだ。いいわ。いくら？そう、50ドル。あの人怯えてるみたいだけど。ああ、その通り。マントラどこだ。分かってんだぜ。ジュリー、ジュリー大丈夫？ねえ、どうしたの？あ、すいません。ごめんなさい。ちょっとそこの椅子につまずいてくるぶしを。大丈夫よ。ありがとう。開けろ、ハリーだ。1時間前にはいたのよ。電話をかけてたわ。どこに？チャイナタウンのコインショーよ。ヤンの店だな。あそこで働いてた。サリー、車を貸してくれ。ダメよ、それだけはいいや。わしのは修理中なんだ。いつだって修理中じゃない。サリー、あんたの亭主が慰謝料をごまかした時取り立ててやったのは誰だい？体重140キロのレスラーとその姉貴から部屋代を取り立てようとして穴を掘られたな。それも手数料ただ。うん、払っときゃよかったわ。どうも。おかしな亭主に殺される前に彼女を見つけんと。まず彼女のアパートからだ。息子に彼女が消えたことを知らせてくれ。はいはい。車気をつけてね。新車なのよ。仕方なかったの。撃たなきゃ私が殺されるとこだったわ。私が開けてやる。脇にどいてろ。どうしてエレベーターを使わなかったんだ？いつもはそうしてるさ。昨日気になることがあってな。窓から下を見てるとここを見張っている男がいた。お前さんにそっくりだったよ。あんたが優秀だと知らなかった。
ポケットから身分証を出していいかな。ゆっくりだ。エメット・ラズロ、ニューヨークの保健調査員だ。それが何の用だ。金だよ。何のことだ。ファーストフェデラル銀行からダーネルが横領した50万ドルだ。知ってんだろ。でなきゃなんであんな奴のために働く。続けてくれ。ダーネルは起訴されたが金は見つからず証拠不十分で無罪放免だ。だが奴は間違いなくやってる。それと妻を殺そうとしたこととどんなつながりが。知るもんか。だが彼女が消えた時皆同じことを思った。金のことで揉めてきっと亭主に殺されちまったんだろうってな。で奴の出所を待ち後をつけた。金を取りに戻ると思った。はるばるシスコまで追ってきたら女房が生きてたってわけだ。きっと一枚噛んでる。どうしてわしの事務所に押し入ろうとした。しょうがないだろう。だって奴は死に、女房は拘置所。あんた以外に金の行方を追う手がかりがないんだ。へえ、金はダーネルと共に墓場か。もうちょっとだった。発見すれば賞金をもらえたんだ。賞金だって。前述の指示が正確に果たされた後、孫たちは残余の従者としての相続権を有するものとする。以上が私の遺言である。つまりどういうことかと言いますと、奥様がまず遺産の半分を相続なさいます。残る遺産についてはお孫さんたちの間で平等に分割してほしい。これが亡きご主人の遺言の趣旨でした。ん？失礼いたします。先生、お父様がお見えです。緊急のご用件とか。今来客中だからしばらく待つように言って。ハリソン、大変なことが持ち上がった。そうさ。ああ、これは失礼。お客さんとは知らなかった。ご心配なく。お邪魔しませんから。この免状さえ借りれば出ていくよ。あ、待って、それを持ってどこへ。警察だ。ダーネルは50万ドルの金をくすねてそれをどこかに隠してた。お前は彼の弁護士だ。埋葬される前に持ち物を調べたい。待ってよ、今遺言状読んでたんだ。おお、ほら、どうも失礼。奥さん、あ、未亡人で。ああ、いいご主人だったようで。連れ添って何年に。父さん、ちょっと。慰めようとしただけだ。慰めになってないよ。素晴らしいご家族を残されたようだな。すぐ戻りますから。一緒に警察に行ってくれればいい。あとはわしが全てやるから。父さん、ダーネルは死んだんだ。奥さん正当防衛で釈放さ。もう事件は終わった。いや、まだどっかに50万ドルが眠ってるぞ。二人で見つけて賞金を山分けしよう。分かった。ねえ、僕の分は父さんにあげるよ。僕は降りる。事件はジエンドだ。お前にこの免状を取らせるのにわしがどれだけ苦労したと思う。こんなところで何もそんな。寒い夜空での張り込み、冷めたコーヒー、何度殺されそうになったことか。おかげで体あちこち傷だらけ。これで全部です。ほら、明細だ。読み上げてくれ。わしが調べる。ブルーのブレザー。左胸のポケットに穴だ。うん、グレーのスラックス。よし。シャツ、靴下、ネクタイ、下着。ああ、トランクスか。わしはブリーフじゃないと落ち着かん。革靴。いい靴だな。財布。キャッシュで276ドル。うーん、抜かれちゃおらんようだ。次は参考になるかも。名刺が1枚だ。ハリソン K フォックスジュニア、弁護士さんだ。レシートが1枚。ブルームフィールドデパートのものだ。何を買ったのかな。これで全部なの。出所したばかりだからな。50万ドルにつながりそうな手がかりは何もないように思うけど。いや、必ずある。匂うんだ。どう、満足したろ。
僕はもう仕事に戻ってもいいね。客がしびれを切らしてるよ。ああいいだろう。わしはブルームフィールドに寄っていく。何のために？このレシートを調べる。父さん、証拠物件を無断で持ち出したの？たかが紙切れ一枚、誰も気にするもんかい。今んとこ唯一の手がかりだ。受付には僕がサインをしたんだ。僕が犯罪を犯したことになる。心配することはないさ。月曜に戻しておけばいい。何か掴んだら知らせるから。やつは犯罪人だ。ジョークだよ、ジョーク。さあ出てきました、カリフォルニア大学のパーティングバンドです。今日は絶好のフットボール日和。気温は18度、空は快晴です。ああ来た来た、冷たいビールの到着だ。はい、邪魔よ、どいてどいて。カリフォルニアさんの冷たいビールの差し入れよ。さあみんな座ってちょうだい。やけ酒になったらいいけどな。はい、どんどん。あら、どっちだ。この試合いただきさ。はい、どうぞ。良き友人にパーフェクトにこぼせない人たちに。やあ父さん、準備いいかい？今年は興奮しすぎないように頼むよ。ああ分かってる。あれからブルームフィールドで行って調べた。成果は？ゼロだ。ダーネルは靴を一足買っただけだ。他には何も？ああ多分履いてた靴だ。そう、あの靴が好きなんだ。どうも下船。12年ぶりにシャバに出てきたんだ。すぐに50万ドル取りに行ってもいいはずだ。銀行口座も貸金庫も持っとらんし、掘り出した気配もない。金はどこなんだ？さあ、どこかに消えたんだろ。みんなにとってそれが一番いいんじゃないの。今朝本人の誓約書だけでジュリーは釈放されたよ。これで安心して暮らせる。元気出して、事件なんか忘れてゲームを楽しもうよ。ああ、やあチャーリー、いくらかけたんだ？ああ、よハリさん、いつからスタンフォードにくら替えした？するもんか。そうか、ちょっと見てみろよ。なんだ、何のことだよ。ほら、あれお前の車だろ。スタンフォードカージナルスの伝統の一戦が開始です。今シーズン絶好調のカリフォルニアはこれまで全米学生リーグ9校と対戦、8勝1敗の好成績を残しております。そうか、これだったか。ちょっとやめてくださいよ。こいつだ。いや、僕の使いコインだ。どうしたの父さん？コインだ、コインだ。ハリソン、ダーレルの靴にはコインがなかった。すぐにキックオフだよ。これで謎が解けた。靴だったんだ。ダーネルがわしたちを追ってきたとき、靴にはコインがあった。だが警察で見た靴にはコインがついてなかった。それがどうしたの？たかがコインじゃない。バカを言え、たかがじゃない。ものすごく価値のあるコインだ。あれは正当防衛なんかじゃない。可愛いジュリーは人殺しだ。こんな素晴らしいコインは初めて見る。喜んで回答を探させてもらうよ。どっちが私の好みかといえば、このスラッシャーディオールだ。数奇な運命に満ちている。5世紀半にわたって現れては消え、消えては現れる。伝説ではシャルル・マーニュ大帝が戦場に携えたとか。このコインのために多くの人が死んだそうだ。そのように。ハリソン、行くぞ。ジュリーはきっとチャイナタウンのヤンの店だ。私が保証する。そうだ。で、値段だが、よし、じゃあ。香港で買い手が見つかった。いくらで？
よだれを垂らしてるよ。あのコインなら100万と言っても喜んで飛びつくはずだよ。ジュリー、君は12年も私の店で働いてくれた。その間何も聞かなかったが、これからも聞かないで。香港へは名前を変えていきたいの、わかるでしょ。パスポートも。ここはチャイナタウンだ。揃わないものはないよ。ジュリー、写真屋を手配した。パスポートは1時間でできる。せいぜい気をつけてな。ありがとうやん。あなたにはいろいろお世話になったわ。ああ、それでいい。君とは分からんよ。しかし万一の用心に。なんてこった。ダーレルが刑務所にいた間、警察がコインを預かっててくれたってわけだ。靴と一緒に安全にな。そしていざ出所の日、預けていた靴を履き、50万ドルと共に歩き出した。警察もコケにされたもんだね。それで説明がつく。車庫に隠れていた時のジュリーの顔を覚えてるかい？恐怖だけじゃなかった。コインに目を凝らしてたんだ。彼女はもちろんダーネルが盗んだ50万ドルのことは知ってた。それが目の前に現れた。驚いたろう。そして欲が出た。狙われたんな、みんな知ってる。正当防衛を主張すれば通る。よりによって何でまた。今日はカリフォルニアの優勝が決まる大事な日だよ。もうシスコに戻ることはないと思うわ。あなたの手数料なら大丈夫。先方と話し合いがついてる。今頃国外へ逃げてるかも。出ないことを祈ろう。このまま逃げられてたまるかい。ドアロックしといてよ。この部屋物騒だからね。急がないと飛行機に遅れそう。早く片付けて家へ帰ってテレビ見たいよ。何かご用な。そのここで働いていた女性のことで。猫にも嫌われた。ジュリー・フロイドを探してるんだが。待てよ。おい、あのコインだ。Thank you.
こ行きます？空港よ、急いで。空港は無理のようだね、姉ちゃん。遺言読んでるより面白いだろうが。再放送を待たなくてもスポーツニュースを見れば早くわかるのに。いや、それじゃ面白くない。パパ結果を知らないんだ。最初から見た方が楽しみだろ。はい、ビリー、あなた。ああ、ありがとう、うん、ジョシュ、もう寝る時間過ぎてるわ。いらっしゃい。つまんないの。おやすみ、ジョシュ。じゃあ、あなた。おやすみ。ああ、電話外しといてくれ。誰かにスコアを教えられたら腹が立つから。分かった。おい、始まったか。いやいや、これからだよ。ああ、よし。何それ。お前の好きなレーズンアイスクリームだ。僕じゃない、父さんが好きなんだろ。いや、お前だよ。まあいい、誰かが喜べばな。ああ、いよいよ立候補。今日は立派だったぞ。お世辞はいいよ。いや、本当だ。正直お前を見直したよ。すごいガッツだった。もうやめてよ、思い出すと震えが止まんなくなる。そうか、済んだことだ。ゲームに集中するか。ああ、キックオフ。ボールは高く舞い上がります。両軍の選手がボールめがけてタッと。いい試合だったそうだ。キックオフリターンはどこまでできる。カリフォルニアの1点差勝ちだ。二人のビッグショー第1回は五木ひろし、森進一を二人のエンターテイナーが互いに競い合い、自分たちがデビューした昭和40年代の名曲を歌うなど、さまざまな企画で送る公開番組です。二人のビッグショー。二人のビッグショー第1回、史上最強のデュエット誕生、五木ひろし、森進一は今夜10時です。